はい、みなさんこんにちは、あみです。今回はじゃじゃーん、ズーシーからアリスとコラボしたアリスシリーズが新しく発売されたということで、こちらをね今回レビューしていきたいと思います。めっちゃ箱かわいい。せーの、じゃじゃーん、めっちゃ可愛くないですか。このね、ちょうどアリスが落ちているシーンですね。飛び出す絵みたいなめっちゃ可愛いんですよ、本当に。これね、テンション上がりますよね。ここの引き出しを開けるとコスメが入っています。じゃじゃーん。もうね、ズーシーはね、私の動画で何回も紹介してるので皆さんご存知だと思うんですけど、ズーシーはねコスメのブランドなんですが、もう値段、発色、クオリティともに私がね絶賛しているブランドで、本当にねちょっとね動画で何回も紹介してるんですけど、今回アイシャドウパレットは2色展開になっていて、01番のハートの女王と02番のアリス、まずはねこっちの01番の方から紹介していきたいと思います。01番の方は使いやすい暖色系のカラーになっているんですけど、パッケージを見ていただきたい。見て、中が動くんですよ。ほら、私が大好きなやつで、今回もねこのパッケージがねエンボスのような感じのデザインになっていて、中央はねこのハートの女王、有名なシーンですね、ここもと、トランプ、そして時計のデザインになっています。開けてみると、じゃ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 、今回もねすごいいい配色になっております。全色のスウォッチはこんな感じです。イエローのカラーだったりとか、偏光のパープルカラーがポイントで、すっごい可愛いんですけど、今回のねパレットの中にもね、ここにホログラムのところがあります。ズーシーのアイシャドウパレットのこのホログラムのところがね、ものすごく個人的にすごい大好きなんですよ。マジで可愛いです。で、今回はねちょっとオレンジっぽい色味のホログラムになっています。ちなみに今日のメイクはこのね01番でしたメイクです。公式に載っていたこのメイクをね参考にして今回アイメイクをしてみました。もう公式見た瞬間にこのアイメイクにすごい一目惚れして、あ、絶対このメイクしたいと思ってなのでね今日やってみたんですけど、めちゃくちゃ可愛くないですか。このね黄色の色をベタ全体にのせていきます。めっちゃ発色いいよ、この黄色も。さすがって感じですね。そして目尻にはこのね赤をのせていきます。で、この黄色となじませるような感じで、こうこの赤色見た時になんかねどきついのかなって思ったんですけど、すごい真っ赤だなって思って、でもね実際塗るとすごい可愛い色で、なんかね黄色と混ざることでね、なんかすごい可愛い色になりますね。で、この境目をもう一回黄色で、ここの色ですね、この色をこの中心にのせていきます。すっごい可愛いです。で、最後にホログラムを目の下に、このね一番右のところにバラのねあのデザインが入ってるんですけど、個人的にバラが好きなのですごい可愛いなと思って気に入ってます。そしてね、ズーシーの発色の良さ、粉質の良さっていうのはもうしつこいぐらい伝えてると思うんですけど、今回も変わらないクオリティで、もう本当に発色とね質感、密着感もすごく良かったです。そして次がこちら、じゃじゃん、02番のパレット。02番はこんな感じでね、アリスのデザインになっています。これはね02番アリス好きにはたまらないんじゃないでしょうか。ザ・アリスって感じのねブルーのパッケージになってます。で、こっちもね中のラメが動くんですよね。超かわいい。ほら、まあ、こっちも時計のデザインになっているんですけど、アリスとね、ちしゃ猫がここにね、書いてあります。中のカラーはこんな感じのカラーになっています。こっちもこっちでね、めちゃくちゃ可愛いんですよね。こうやって見てみると結構ね、一見カラフル
かなって思いきや、意外と使いやすいカラーが入っていて、どっちのパレットもマットな質感だったり、角度によってね輝きが変わったり、まあ、変更ですね、あとホログラムでねキラキラしたものとか、いろんな質感が入ってるので、その日のね自分のしたいスタイルに合わせて使えるかなって思います。はい、そして02番のスウォッチはこんな感じです。もうめっちゃ可愛いんですよね。やっぱねホログラム可愛いね。ブルーのホログラム使ったねメイクちょっとしたいなと思っています。このカラーをまぶた全体に塗っていきます。このブラウンを目尻の方にのせていきます。すごい発色いいなちょっと若干のせすぎちゃったかも。ここのね一番のカラーをまぶたの中心、ホログラムを中心、今回ねこのボックスの中にここビューラーが入ってたんですよ。でこのビューラーがねめっちゃ良かったの。本当に良くてびっくりしちゃった。本当にね今まで使ったビューラーの中でねちょっと一番好きかもって思うぐらいめちゃくちゃ良くて、カーブがねそんなに深くなくて浅いんですよね。で浅いからしっかりねこの目頭から目尻までしっかりちゃんとフィットしてくれるっていうのと、結構ね横幅がしっかりあるので1回でね目尻から目頭までしっかり挟める。なんかいつも目頭と目尻結構分けてねあのビューラーしたりとかしてるんですけど、これはね結構一発でガツって全部つかめて綺麗に上がったから超感動したの。これここにねアリスっていうねロゴも入っています。ビューラーね迷子の人はねぜひこのねズーシーのビューラー使ってみてほしいなって思いました。はい、そして次にマスカラですね。ズーシーのマスカラねほんと可愛いんですけど、今回ねこのアリスデザインになっています。パッケージがで今回出たマスカラはロストスターオーロラバーガンディの3色です。前回ズーシーの動画で紹介したラメのマスカラ、そのマスカラはね先のブラシがちっちゃかったんだけど、今回ねすっごいブラシの先がね大きくなってるんですよ。このブラシの先にねちょっとちょんってとんがった部分があって、このとんがった部分がこのね部分的にまつげにねちょんちょんちょんってちょんちょん付けがねできるんですよ。なのでこれねすごいブラシ使いやすいなと思って、でロストスターはこんな感じの形になってます。これがね普通の黒いマスカラを塗った状態なんですけど、このねバーガンディをね塗ってみたいと思います。やっぱこのメイクとのね相性がねすごいいいなと思います。このバーガンディから、で抜け感もねいい感じに出るし可愛い色。私的にお気に入りなのがこのねオーロラなんですよ。すごい可愛くて、これがこれ好きな人多いんじゃないかな。ほんとねいろんな色のラメがいっぱい入っててめっちゃ可愛いですね。こういうさ全体にね今ねすごい分かりやすく塗ってるんですけど、この黒目の下とかだけ塗ったりとかねポイントで使ってもねすごい可愛いんじゃないかなって。めっちゃ可愛くないですか。なんかまつげになんかね雪が積もってるみたいななんていうのかな、すごい可愛いんですよ。なんかこういうマスカラってありそうでね今までなかったなと思って、こんな感じです。めっちゃ可愛くないですか、これすごい可愛い。でこのねゴールドで、カメラだとあんまりねちょっと伝わりづらいのかなと思うんですけど、これもね、これでね、すごいね、可愛いんですよ。なんかすっごい目立つってわけじゃないんだけど、光に当たるとチラチラっとゴールドがね、輝いてるのが伝わるかな。ブルーのメイクにね、ゴールドのラメすごい合いますね、可愛い。このラメ系のマスカラはね、つけてるとポイントになってすごい可愛いですね。
うん、今回はねズーシーから出たアリスコラボのご紹介でした。いかがだったでしょうか。商品の詳細や詳しい URL なんかは全部概要欄に載せておくので、ぜひぜひチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。